はい、見てください、この世の終わりみたいな顔。どうもライキゾンズです。いやー、ちょっとね皆さん、俺がなんでこんなテンションなのか、ちょっとね説明したいと思うんですけど、今日クラロワリーグ、昨日にね引き続き、今日も、10戦やっていきたいんですけど、まあ、軽くねルール説明をするとね、毎日この20勝チャレンジで20勝した人のみが入れるねこちらの、まあ、サーバーがあるんですけど、こちらで、こうマルチというかトロ上げを10戦やるみたいな感じなんですよね。そうで、デュエル BO3 といって、2回勝った方が勝ち、そして1回使ったデッキはもう二度と使えないっていうルールで、まあ、見てもらえればわかるかな、こんな感じで、はい、もう被ってるカードがないんですよ。そうっていう感じでやってるんですけど、見てください。これ、今日のね、戦績。1、2、3、4、5、6、7。7戦で、6勝1敗で、基本ストレート勝ちっていうので、スコアとしてはめちゃくちゃいいですね。うん。結構世界のトップランカーに入るかな、今日でっていうぐらいの成績だったんですが、見てください。ですね、ちょっと前置き長くて申し訳ない。長いって思う人は試合まで飛ばして大丈夫です。はい、なんですけど、これもうやばい、これ見て、なんか FFW、FFL って出てるじゃないですか。これが、なんか、俺、マッチングボタン押してて、10分ぐらいマッチングしなくて、そう。で、なんかめっちゃ相手来ねえな、おっせえなって思ってたんですよ。そしたら、先輩になってて、で、ポイントごっそりいかれたんですよ。マジで、だから昨日1300ポイントだったんですけど、6勝して全然ポイント上がってないんですよ。もう、だいぶいかれて。しんどい。しんどいですね、本当に。うん、もうこんな顔になってます今。はい、ってことでね、残り2戦ですね今日も。さあ今回もね、対戦相手の、データをね一回調べていきます。これはマジ必須なんでね。さあということで、最多7400。なるほど。いや今回絶対勝ちたいですね。残り2戦、これ今日取らないと8勝2敗でもね正直突破際どい、まあいけるんじゃねえかなぐらいなんで、9勝1敗だと多分確定突破ラインなんですよね。そうだから、そういらない先輩がねやっぱついちゃったんで、ここはちょっと2戦どうにかして取っていかないといけない。相手の人はめちゃくちゃな大型使いかな。うん、そうだね。よし、まず初戦はこなそうだからいっていこう。さあ初戦はどうしようかな。とりあえずロイジャイ。まあ、ロイジャイでいこう。OK。仕上げます。相手は、スパーキーとか、キョスケとか、あと、エレジャイが好きなプレイヤーですね。よろしく。さあ。いや、まず絶対負けるね。これは。次の予選にね、絶対出なきゃいけないんで。わー、スケキンお前。強すぎ。バレルってことはバレルオーブン。あー、一番いいの引いた。これはバルキリーだけど、バルキリー奉仕、アチャクイ、ガゴムレ、キョスケ。うん、いいですね、このデッキで拾えるやつの中では多分微有利な気がする。これは一回いけるな。これガゴムレじゃないかな。キョスケかガゴムレが来るはずなんだけど。奉仕、なるほど。奉仕で防衛か。はいはいはい。さあ呪文は雪玉しかないので、これはそんなに不利にならないはず。これいきましょう。さあ両サイドちょっと呪文が、さあ雪玉咲く、いいですね。そして次バレルがある。バレルオーブン、キョスケが手札って感じかな。バルキリーか。そしてオッケーってことは、まあバレルかオーブン先置き。さあバレル、いいね。さあ1枚回る。いやーこれ5を、まあ打っていいか。うん、ちょっとあいつ厄介だしな。マスケキン合わしたいとこだけど、相手はこの墓石がねめちゃめちゃめんどいはずなんで、ここは一回ちょっとケツで合わして、右だとねどうせオーブンでやられちゃうんで、オッケーオッケー。でこれザッピーセッパして、さあいい、後ろから入るのがねやっぱ落ち着くんで、
よし、ここでマズネコを裂いて、そうするとこっちに、そうなるほど。まあこれはバルキリーにね、しばかれてるんで。さあいいね。ごっちゃごちゃになってきて、ここだな。いや、ここ、カゴムで来ねえな、なかなか。来た。いや、これ、あと3発ぐらい入りそう。いいよ。あ、いいね。完璧。よし。いやー、てか優秀すぎる。よし。ノーダメ、ノーダメ。オッケー、オッケー、オッケー。ここはまあ、無駄にね、ちょっと攻めてあげて、マザネックからの、オッケーですね。さあ、ジジ。あ、絶対集中だ。さあ続いては、まあ基本もうスパーキーエレジャイが来るのがほぼ確定しているので、まあ、ここはね俺の秘策、ミニペが先頭に来て主張激しいもんな。ミニペ選ぼう。じゃあさあここはスパーキーミニペメガゴエレジャイがほぼ確で来るはず。うん、そうだね、メガゴ入ってる。さあここはケツエレジャイ待って足前チェクイからのホグとかで揺さぶって2倍タイム前にちょっとコーナーで差をつけたいですね。ああ、なるほど、いいね。うーん、怖いな。まあこれはミニペ何でもあるな。相手トルネでも、おお、マザネクトルネかなこれ。おーっと、結構エリクサー使う。ここ一回ミニペかまして、これでスパーキー来たら、ライトニングでぶっ刺しが見えるが、はい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 、ミニペね。うん。さあ、ファイスピって、スケセパー、リュットで回して、次のね、受けが確定、ほぼ確で、とスパーキーが来るんで、ここでライトニングかましたいですね、スパーキーに。さあ、いい。で、これは、こうなったら、鹿島エレジャイからの、ミニペもあんのよな。メガゴが来ると思うので、こっちをスパキで寄せて、スパキじゃない。ライトニング打てないと思うんですよね。まあ、打てたら打てたで、別に。さあ、これで裏から打ってあげて、OK、完璧。さあ、そしてここでメガゴ来たら、おー、やばい、それは。これちょっと攻めライト打たれたくないんで。オッケー。あー、ミラーエレジャイだ。忘れてた、この流れ。さあ、ただ、ここはね、多分、反射ダメージ下がってるから許容できますね。さあ、ここエレジャイないんで足前チェック行ってあげて。いや、ない、あるか？回ってるこれ。あぶねっ！よし、オッケーオッケーオッケー。来た。これ数発、一発か入って、トルネがまだ回ってないんで、ここは無視からのエレジャイが予想できる。さあ、いいね。さあ、ここはウッドで剥がして、オッケー。これエレジャイミラーやばい。ちょ、待って。お、怖い。あ、てか待って、この位置ミスった。いや、ただ、さすがに大丈夫そう。さあ、ライトニングミラーはマジひよったが、びっくりした。マジで。さあ、GG。OK。完璧ですね。呪文の組み替えがうまくいった。呪文と、キョスケホグのね、改良版。さあ、これで、9勝目ですね。本当は今、本当はとか、まあ言うのよくないんですけど。本当は今7勝1敗かな。ほぼストレートで勝ってるんで、ねえ、ほぼストレート負けしたんだけど、最初かな、初戦がこの優香さんに1敗してからは全ストレートと先輩の2つで、まあ今5敗か。うん、なるほど。次もストレートで勝てば、なんだ、16の5か。渋いな。さあ、ということで行きましょう。マッチングどんどん押していこう。いきます。ああ、
だからこれさ、24時間経ってから、昨日も俺18時ギリギリにやったから、そう、18時までに10戦しなきゃいけないんですよね。で、24時間のこの、なんだろう、そう、俺18時、何言ってるか分かんないかもしれないんだけど、18時でね、そう、リセットされると思ってたんですよ。そうだから、そこで、まあ、1日内で10戦してくださいだと思いきや、1試合したら24時間後に試合ができるっていうポイントで、俺は昨日確かね、いつだろう、試合したの。結構めり込みだったんですよ。もうちょい待ったなきゃいけないか。さては。もうちょいで多分できるはずだと思うんですよ。ちょっと待っていきます。さあ来ました。現在俺の順位は162位らしいですね。ラスト勝って締めたい。締めたいよ、絶対。頼むぞー。でもあれ？さっきも160位ぐらいだったっけ？ポイントがまだ反映されきってないのかな？相手がマッチを拒否しました。あれ？あ、これ怖いな。俺さっきさ、これが出てさ、不戦敗になったんですよ。マジ怖え。10回9出よう。いや、マジ怖い。待って。緊張するわ。おい、1日に不戦敗来たら作ろったらマジで。出るとこ出るし、出るもんも出るぞ、マジで。よし、来た。頼む。いや、でも試合、マジでおもろいな。さあ、ウルフさんですね。おーっと、拒否される。怖いな、これ。あ、頼む。入ってくる相手。俺これで、あ、よかった。そう、なんかね、向こうに拒否されるって出てから10分間マッチングしなくてね、負けたんだよな。さあ、まずはどうしようか。一回こっちで行こう。うん、まあ、ファイブを結構迫撃とメガラムにね、中心にやったから、まあこれ1戦目もし負けたとしても、あ、 OK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 、 俺のこれ、俺のロケットぶち刺さるぞ、これ。ネクロ、スパーキー、リババ、ダックプリ、エレキ、ヤノアメ、レイジ。オッケー、ヤノアメもそんな刺さんないからな、うちは。さあ。いや、でっか。これ熱いね。さあ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 。よいしょ。いやー、なんかゴリラが始まってる。いや、ここは一回待とう。もう一枚多分出てくるから、そこを芝居てから、オッケー。ここで焦っていかないの大事ね。さあ、ここで。さあ、こっからは最速ロケットタイム。これ多分スパーキーぐらいしかないはず。そうね。いやー、ちょっとタワーと、どうだろう。タワー一発って、食らわないのと、まあ、どっちみちか、最速で打った方がもっとダメージ入ってそうだ。まあまあまあいいでしょう。さあ、これは相手はエリゴレ、ケツエリゴレ逆サイドかな、ケツダックプリで様子見からの、でもなんか様子見してこなさそうな立ち回りはしている。ケツエリゴレ直できそう。うおー、さあ行きます。7コスには7コスなんでね。これは美味しい。ドン。さあ、ロケットがぶち刺さっている。さあ、マジロイフグ飾りだな。てか、ロイフグ抜いちゃってもよかったかもな、これ。なんか、デッキのバランスがマジ、スパーキー以外引いたら終わりそうなバランスしてる。さあ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 。まあ、ヤナアメなんでね。やっぱザッピーいるかって思ったけど、普通に巨助だな、これ一回。その後だな、ザッピーは。一回盾作んないと、終わっちまう。さあ、これで豚になって、そう、小池はね、意外と豚でしのげるから、OK。これ一回あいつが死んで、タゲ外れたら、なあ、行かないか。遠いな。さあ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 。これ、キョスケ投げてあげて、おー、なるほど。これは真ん中に寄るはずだから、ちょっとね、こっちに、ちょっとキングに来てほしいんだよね、これで。オッケー。これね、キングに走るし、まあ、ゴーストがギリ防衛してくれるはず。さあ、いいですね。あとはね、スケ剥がしたネクロをタゲ取って引っ張って、さあ、ジージー。完璧ですね。オッケー。で、次が、まあ、ほぼの確率でラバルなんで、まあ、どっちでもいいな。
正直スパーキーしのいだ俺らには怖いもんないな。爆撃か、どうだろう。まあメガラムかな、ここは。メガラムはそう、一応スパーキーよりねザップ積んだんだけど、もう必要なくなっちゃったね。ちょっとだけバルーンに弱くなるけど。わあ、変なん来た。なんだ、わかんないね、これは。突進させてからのクローク。例のだね。オッケー。プリンスディガーか。いや、マジわからん。なんだプリンスディガー。たっぷり。うん。やっぱ常識にとらわれない男なんでないとは。さあ、ただコスパーキーとかないんで、いっぺんに行っちゃっていいような気もするけど、まあ、耐えだな。麦ならいかねえってことで、耐えます。ザップって、まあちょっと一発会えるかもよの圧。はい。ワンチャンマジで入りそうだった。いや、これは、メガオから打ち抜いてあげて、やばい、走んな。まあ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 。直位さえ生きればいいかな。うん。さあ、ディガー潰しが来て、運ではねえな、これ。いや、結構もらったな。じゃあ、IPP か。普通のデッキ出てきた。さあ、ただね、これゴースじゃなくてミニペなんで、まぁ、ちょっと、ミニペよりはまだマシかなっていう。さあ、これはザップで受けて、いやー、ちょっと、難しいな。プリンスにミニペ、メガナイトで守るターンを作りたい。でもちょっとここまで食らっちゃったのが良くないな。あんまり許容できないんでね、こっから。さあ、ここはまあ、こっちミニペ走らすか、普通に。で、これ来ても来なくてもメガナイトで踏んで、プリンスはね、多分メガナイトミニペの形結構守りにくいと思うから。で、ここはエリスピ添えて、プリンスダッシュを止めていきたい。さあ、いや、めっちゃ入る？いいよ。いや、なんならこれ、リクユニットないから、ここでユーノのぶっ刺し見える。さあ、いいよ。はい。さあ、完璧。さあ、ここで、おそらくですが、まあ、ジャインメガゴが来ると思うので、もういっか。速攻で溶かそう、これは。ライトニングとかないよね。OK、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 OK。さあ、隠れて。まあ、ここ行っていいかな。ダクプリプリンスで守られるんで、これ、離しての言うの。これは頭にプリンスきますね。さあ、ディガーだ。熱い、これは。さあ、潰しやすいよ。ここはザップ打って、もう一発入れて、さあ、メガナイトで処理。完璧。さあ、ここは、もう蓋すれば大丈夫かな。これ、裏プリンスがあるんで、一応クロークしてあげての、メガニキ。さあ、いけいけいけ、サンクラ。あー、魂。魂が宿ってる、マジで。来た来た。よーし、完璧ですね。OK。いや、今日はだいぶ快勝だなぁ。さあ、ということで、現在ですね。もうマジストレート祭りだな、本当に全部。さあ、これと、まあ、俺自体の試合の今日のスコアは、1回負けたのと1回ね、2-1で勝ったので、なんだ ?16 勝3敗か。うん。なかなかいいですね。で、プラスの多分先輩が0-2扱いなんで、16勝5敗。まあ、昨日は18勝5敗だったんで、その分ちょうど伸びたかっていう感じですね。なるほど。ということでね、世界ランキングは今、どんなもんだろう。反映されてるかな？昨日ちょっとしたらね、順位伸びたんで。お！あれ？なんか上がってる。多分前の試合のストレートとかが反映されたんかな？これ多分ね、今の試合はまだ反映されてないと思うんですよ。なんでもうちょっと上がるかなっていうところで。世界順位今80位めり込みましたね。昨日は終了時点100位だったんで。なるほど。ってことは、8勝2敗でも、これ多分ね、そう仮説があって。いやでも、おもろいっすね。やっぱ、ちょっと相手を対策しつつ試合するっていうのも。まあ相手もね、全員20勝経験者で、まあ強い人だけなんでね。うん、すごいレベルが高くて、おもろいですね。ってことで、今日はこの辺で終わります。また、明日先輩しないように頑張ります。ということで、バイバイ。